hypen, jungwo, n s u n o o n i k グレーの生パフォーマンス j とのコラボに感激、すごく貴重、モデルプレス独占コメント。モデルプレス2024年10月19日、グローバルグループ ,enhypen, エンハイプンの冠番組。 ENHYPEN EN のかっこいいを独占させていただきます。日本テレビほか、毎週土曜14時30分から、全10回の第2回が19日に放送された。その放送の様子をメンバーたちの収録の感想とともに紹介する。ENHYPEN× EN モデルプレスコラボ企画 Vol.2。動画、 e n h y p e n j g l a の貴重コラボダンス。初回に続き g l a がゲスト登場。記念すべき第1回の放送には g l a が登場。初回から大物ゲストが登場し、その豪華さが SNS で話題に。第2回でも g l a から、かっこいい、を学ぶ ENHYPEN EN は、g l a の名曲、ソウルラブ。 のイントロを活用したライブでの熱い煽りにチャレンジ。テルのようにかっこいいイントロをする選手権が開催された。MC からコツを聞かれると、実際にテルがお手本を披露。タイミングなどをレクチャーしてもらった後、早速 ENHYPEN EN も一人ずつ挑戦。ロックスターのような風貌で期待を高めたり、手拍子で盛り上げたり、 日本語でユニークな煽りをしたりと、メンバーそれぞれの個性が垣間見えた。グレート MC が率直なフィードバックをしたり、拓郎は、s u n o を、ソヌ、空推しの僕としてはキュンキュンしましたと推しを公開するなどして盛り上がった。J、初の日本語作詞を振り返る。J、J、はグレーとコラボレーションした楽曲、ウォーデュニットグレけ ×J、 ENHYPEN EN で初の日本語作詞に挑戦。特にロックのジャンルは歌詞自体が深いと思っていて、K-POP の中でも僕たちの曲は歌詞が深い方だと思いますが、グレーの皆さんの昔の曲の歌詞を見たりしながら、どういう風にしようか悩んで一生懸命描きましたと作詞のエピソードを語った。ENHYPEN EN は J だけでなく、 メンバーが積極的に制作に取り組んでいる。7月にリリースされたセカンドスタジオアルバム、ロマンス・アントールドでは、メンバーそれぞれが作詞、作曲、プロデュースに関わった。中でも初のファンソング、ハイウェイセン0では、メンバー全員が作詞に参加。s u n g h o n ソンフンは、作詞に参加したのは初めてなのですが、 ENGENE、エンジン、ファンネーム、の皆さんのために書きましたと語り、作曲とプロデュースも担った HESEUNG、ヒスン、は、僕が元となるライン、曲、を書いて、そこにみんなで一緒に歌詞を書いて載せましたと制作のいきさつを伝えた。続いて ENHYTEN EN からグレーに音楽面での質問をする場面も、 h-e-e-s-e-u-n-g は、作詞、作曲するときどこからインスピレーションを受けますかと尋ね、グレーは故郷である函館での制作にこだわっているポイントを明かした。s-u-n-o-o が、作詞するとき自分の経験を載せるのが恥ずかしくならないですかと聞くと、拓郎は、僕が恥ずかしい実体験をいくら書いても、 歌うのは自分じゃなくてテルなんだよねと答え、笑いを誘った。グレー、誘惑テレビ初披露。2024年6月に埼玉、ベルーナドームで開催された、グレー 30th Anniversary エキスポ二 x p o 2024-2025。20では J がサプライズ出演し、ウォーデュニットグレー ×J、ENHYPEN EN と誘惑の2曲を披露。 今回は特別にグレーの代表曲でもある、誘惑で J とのコラボパフォーマンスを行った。ライブハウスでのパフォーマンスが20年ぶりだというグレーだが、ENHYPEN EN や MC が見守る中、熱気あふれるステージに、メンバーや MC の温かい拍手を受け、最後に J は満面の笑みで久々のコラボステージの感想を伝えた。 収録を終えた JUNGWON&SUNOO& にキーニーインタビュー。収録を終えた JUNGWON、ジョンウォンは、グレーというレジェンドの方と J さんのステージを目の前で見ることができて光栄で、よかったです。と言い、SUNOO は、あの日初めてグレーさんのステージを直接見たのですが、 歌がとても上手で素敵だったので、バンドライブの魅力がよくわかるようになりましたと感激。N.I.T.2 期も目の前でパフォーマンスを見れること自体すごく貴重でしたし、メンバー全員で J さんとグレイさんのコラボステージを見ることができて、良い思い出になりました。と興奮冷めやらぬ様子だった。 ENHYPEN EN のかっこいいを独占させていただきますモデルプレスコラボ企画 ENHYPEN EN の7人がかっこいいの引き出しをさらに増やすべく様々な角度、ジャンルのゲストから学び新たなかっこいいに挑戦する ENHYPEN EN のかっこいいを独占させていただきます モデルプレスは日本で行われた番組収録に独占密着し、収録中やビハインドでの貴重なメンバーの姿をお届け。さらに各回の収録を終えたメンバーが語った収録の感想、裏話も紹介している。モデルプレス編集部、e n h y p e n プロフィール、j u n g w o n h e s e u n g j j a c SUNGHOON、s u n o o 2キーの7人で構成されたグローバルグループ。超大型プロジェクト、アイランドから誕生し、2020年11月に韓国デビュー、2021年7月に日本デビュー、2024年7月にリリースしたセカンドスタジオアルバム、 ロマンス、アントールドが初動を売り上げ234万枚を超え自身2作目のダブルミリオンセラーを達成したほか、8月には、ロックインジャパンフェスティバル2024に K-POP アーティストで初出演を果たすなど、全世界で人気を集めている。11月9日からは K-POP ボーイグループの中でデビューから最速、約4年、で3都市でのドームツアー、 ENHYPEN EN ワールドツアーウォークザ・ライン・イン・ジャパンを開催。11月11日にはセカンド・スタジオ・リパッカージュアルバムロマンス・アントールド・デイドリームでカムバックする。